Everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さん、こんばんは。12月6日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナゴヤお送りいたします。今日のね、リスナーさんの名前を叫ぶわ。タカポさん、いつもツイキャスコメントありがとうございます。スベリオジマスマンでございます。はい、今日広島から帰ってきまして、ドタバタしながらスタジオ入りしました。味噌煮込みスキーと同じくですね、広島から帰ってきたんですけども、いやー、何か本当に、うん、よくわからないうちに帰ってきてなんか慌てながらやっているダンサーズでございます。そうなんですよ。はい、こんな3人がドタバタしてますけれども、お届けします。今週のテーマは ONNNN。 はい、今週のテーマは応援です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日は名古屋は栄養コーナーがあります。スベリオジマスクマンがなんか報告するみたいですよ。はい、この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう那覇首里中村製菓、自動車整備士を絶賛募集中名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送を一貫サポート名古屋東海共和、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中福田康之フリージャーの花、芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、あとこちらですね、個人スポンサーさんとして岐阜の内南中さんも、本日からスポンサーさんになっていただきました。ありがとうございます。ご一緒してください。はい、メールご紹介します。お願いします。おばあからもらったプライベートジェストさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ応援、応援といえばマラソンが思い浮かびますね。自分が走ってる時は沿道の応援にたくさん励まされ、本当に力をもらうことができ、苦しくて歩いても不思議とまた走り始めることができますね。逆に東京マラソンなどは数回沿道で応援したことがあります。応援しながら目の前を走っていくランナーからもパワーをもらうことができますね。皆さんはマラソン大会に出たことありますか、ということでございます。王子ね、昔ね、まだ若かりし頃ですね、まあ中学生ぐらいの時に、名古屋シティマラソンっていうのがねございますけども、それのね、あの距離が短い、多分10キロだったかな、うん、っていうのにね、参加したことありますけども、うん、まだね、あの運動もやってましたんで10キロは走れました、はい、なんかね、完走した時にね、うん、なんかメダルかなんかもらったような記憶がありますけども、はい、うん、まあ一応完走できたなと。もう今では全然ダメですね、うんうん、あの走ることさえできずに、まあ、歩いて半日かかるのかなぐらいですよ。
うん、だからそれぐらいもうね、うん、あの若い頃とは違うってことですよ、大島。そうね、うん。はい、ありがとうございます。あの、実はですね、先週のテーマの鍋で、うん、はい、まだご紹介しないメールがありましたので、あ、そうですか。紹介します。はい、ラジオネーム高保さんが、鍋のテーマで、私は豆乳鍋がいいですね。湯葉もたくさん食べれるし、健康的かな。豆乳鍋です。いいですね。あ、いいですね。でまたチゲイコール鍋って意味なのに、うん、しばしばチゲ鍋と称する方々がいますね、うん、っていうことで、うんうん、そうか、チゲって鍋って意味なんですね。そうなの。あの、なんかっていうことでしょ、ね、なんか辛い鍋のことだと思っちゃってるけど、ずっと思って、うん、チゲ鍋ってことは鍋って意味なのかな。あ、まあ、多分そういうことなんですよ ね、ちょっと初めて知りました。あとね、その豆乳鍋はい、あの、じゃあまり、あの、食べたことないんですけども、はい、あの、豆腐入れてもやっぱりこう味がやっぱ変わるんですかね。あれ、ベースが基本的に豆乳になってて、うんうん、ちょっと味付けがあるってことなんですかね。その豆乳だけの、別に豆腐入れてもいいと思うんですけれども、うん、濃いその豆乳鍋だとなんかこう湯葉を引き上げて食べていく、うん、なんか湯葉いいですね、うんうん、なんかね、あの、ちょっとあの高級な感じがしますよ。うん、高級ですよね。うん、はい、もう一つね、あの、鍋できてます。はい、フルムン新一さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。先週ですけど、昨日、今日と家で鍋。昨日は肉団子がメイン、余ってしまったので、今日はそのまま野菜と豚肉と味噌を追加してオリジナル豚鍋に変化。春雨や太ちくわを入れるのが好きです。皆さんの好みの具材は何ですかということです。うん、あの、でもその鍋によって変わってきますよね。うん、当時ね、結構ね、あの、こう、やっぱりこの豆腐系がね、なんか好きですってね。うん、あの、うん、厚揚げ豆腐なんかも好きなんですけども。あ、うん、厚揚げも入れるんだ。うん。だから、あの、あ、うん、豚汁も鍋に近い？また違う？あ、でも、そう。まあ、豚汁みたいな具材で、うん、キムチを入れてとか、味噌鍋なんかでも ね、なんか同じようになってきますよね。うん、なんか鍋と豚汁の境は、あれかな、土鍋に入ってるかとか、うん、そういうことかな。そうですよね。うん、ね、なんかちょっと どこら辺の違いがあるのかなって考えちゃいますけど。うん、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。鍋ですよね。はい。はい、次ですね、はい。今日のテーマにまた戻ります。はい、お願いします。はい、沖縄大好きさんからです。はい、ありがとうございます。応援といえば、昨日のワールドカップ決勝トーナメント見ました。残念な結果で終わりましたが、最後まで応援しましたよ。しかもどっちも譲らず、延長の PK 戦はすごかったですね、うん、そして僕が今も応援しているのはラブライブ沖縄ヒーローズです。沖縄宜野湾旧名古屋です。ありがとうございます。ありがとうございます。あら、まあ、あの、じゃあ私たちももしかしたらこうヒーローっていうことなのかな。おだまり。またそういうわけでもない。おだまり。沖縄ヒーローズが好きで、うん、ね、私たち旧名古屋の、もう好きということですから、やっぱりヒーローと思っていらっしゃるのかしら。ふざけるな。なぜチンでするの。いや、ちょっとたまにはベル鳴らしといた方がいいかなと思って、ね、いやいやいや、まあね、このサッカーの話ですけども、はい、本当にね、よくね、選手の皆さんね、頑張りましたよね。もう同点ですからね、うん、まあ、PK では敗れましたけどもね。うん、王子見た？リアルタイムで。あのね、15分ほど見ましたけども、うん、あとは寝ました。寝落ちしたのね。うん、知らない間に寝てました。ああ、そしたらもう朝起きたらびっくりの展開。そうそうそう。うん、残念と本当に思うんですね。うん、だけど、まあ、王子がね、ね、選手の皆さんにね、あっぱれ！これをね、差し上げたいと思いますね。王子、滑ってます。これ今滑ってないよね。ああ、今週もヤスさんの音が、音声が流れましたね。ね、今ちょっとリバーブをね、うん、お願いしようと思ってね。うん。うん、ちょっと見たんですけど、はい、うん、手が動きませんでしたね、ダンサーズの。いや、そこで目で合図してたの。いや、あまりやりたくないな。ああ、そう。ツイキャス、ありがとうございます。はい、はい、ちょっと紹介します。はい、ヤンバルクイナさん、皆さんこんばんは、ということで。はい、こんばんは。タカボさんもこんばんは。はい、こんばんは。皆さんも、名古屋の皆さんこんばんは。こんばんは。沖縄大好きさんもこんばんは。はい、こんばんは。
シュプリームさんもダンサーズスタジオの皆さん、王子のファン、王子ファンの皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。沖縄にゃんちゅるさんが、ダンサーみそさん、ヤクタマさん、おひさーって。何？いや、ヤクタマさんになってるよ。ああ、ヤクタマで、ヤクミツルに似てる、卵。これ、なかなか難しいですよ。煮卵にしてもなかなか難しいですよ。それ難しいな。難しいでしょ。あ、ギネスさん、広島か、いいな、横山モーデンに行きたいっていうふうに言ってます。ラジオはちょっとだけ聞きましたね。ね、聞きましたね。はいはい、リアルタイムで RCC ラジオですけど。午前様？午前様様。はい。聞きましたけどね、うん、実はですね、うん、私のいとこの嫁ちゃんがね、うん、まさに横山モーデンじゃないんですけど、横山さんの大ファンでね、うん、なんか出待ちじゃないけど、休憩でちょっと、なんかタバコ吸いに出るときに、そこでなんか出待ちみたいなのをしてるらしいなんです。それスポーキングだよね。すごいなと思って、うん、ちょっとね、いやー。はい、いろいろね、ラジオも、ね、パーソナリティの不安ってあるんですけど、うん、ね、横山さんはまた強烈ですよね、不安の方も、ね。強烈な方ですもん、ね、どんな感じの、こう、あれなんですか？トークはすごい軽快ですよ。トークは軽快ですし、うん、まあ、自由奔放に喋ってて。自由奔放に。自由奔放に喋ってて、ずーっと喋ってて、もうずっと30分間オープニングでずっと喋ってるっていう。ああ、ね、オープニングが30分も喋っているっていう。もう メールそっちのけで。ね。はいはいはい。高本さんが、今朝の深夜未明の落胆が当てはまりますねって、まさにね、この話ですよね、うん。カープボーイさんも、皆さんこんばんは。今日のテーマ応援、やっぱりワールドカップですかね。昨日のクロアチアはサイドバックが弱いって聞いて、話聞いてたから日本勝てるんじゃないかなと思ったけど、サイド攻撃強いからダメだったね。来年の WBC は広島から何に選ばれるかなっていうことで、うん、このクロアチアもね、前評価は結構高いようなね、話でしたけど、うん、前回のね、準優勝チームみたいですね、クロアチアって。やっぱり実力があって強い、うん、でそこにね、立ち向かったね、ジャパンも強いです ね、本当にね。そうですよね。でスクリームさん気になるんですけど、うん、都内のイルミネーション撮影を終えたんですが、はい、嫁に隠し事をしている罪悪感があるので今から飯をご馳走しに行ってきますって。そのイルミネーションを撮るだけなら罪悪感は多分ないと思うんですけども、ね、うん、そこにいろんな方がいらっしゃったっていう、そういうあれなのかな、一緒に連れて行っちゃったみたいな。どうしたんだろうね、そこになりますね。で、そこをね、ご飯をこうね、ご馳走しなきゃいけないっていうことは、うん、まあ、はっきり言うと違う女性の方がいたのかな。なんでしょうね、うん。それじゃないとね、なかなかそういうことにならないんですけどね。それ、ね、まあ、突っ込むとね、いろいろ関係者、うん、まずくなるんじゃないかなと、うん、はい、思ったんで、かもしれないですけど。ね、はい、はい、では、メール紹介します。はい。マンタキーラジオのみなこさんからです。こんばんは。こんばんは。お元気ですか？お三人さん、はい、こんばんは。こんばんは。今日のテーマ、応援。来月の中旬は私たちの時代ではセンター試験がありますね。来月の大学入学試験を受ける皆さん、体に気をつけて頑張ってね。うん、ちなみに私はエクセルやワード検定の勉強は夜は10時までには寝て、朝4時に起きて好きな飲み物を飲んで頭をすっきりさせてから勉強したいので一発で合格しました。おー。車の学科や仮面や本面もそうでした。うん、夜遅くまで眠気と戦いながら勉強しても頭に入りにくいのです。受験生頑張れっていうことです。本当そうですね。そうか。うん。うん、でも、それ聞きますよね。なんか早朝がいいという。早朝ね。うん、でも、そういえばラジオの大学受験のあれも早朝にやってますもんね。朝5時。ねえ。でしたっけ？やっぱりそういうことですかね。うん、ですね。うん。でも、そういう話も聞きましたけども。うん、うん。なかなかね、この、まあ、王子なんかはね、朝やったこともあるんですけども、うん、その朝早く、そのね、要は起きれないよね。そこなんかそう、夜早く寝て、朝早く起きてって思ったけど、うん、そのまま朝まで寝ちゃいそうだよね。だからね、その勉強、まあ、やろうかなと思う時間が、極端に短くなりますよ、ね。いや、このまま朝起きると遅くなって、勉強できなかったら怖いですよね、またそれはそうだね。で、またね、またね、サッカーの話に戻りますけども、うん、ね、勉強したいなと思っても、うん、サッカー見たいなと思って、うん、今大会はね、12時とね、
朝4時かな、うん、の試合になってますので、うん、なかなか勉強どころの騒ぎじゃございませんよね、サッカー好きな人はね。そうそうしちゃうね。うん、まあ本当に4時までね、起きてて、そのままあのテレビ見てると、うん、あの寝ないで会社に出社っていうことでしょうね、多分ね。ああ、うん。大体6時ぐらいとかかな、その終わるのが。うんね、そこから寝たら大体昼前に寝るからね。寝ちゃうよね。ねはい。はい、じゃあ、CM の後は、じゃあ、マスクマン。はい。もう一本いけるかな？あ、もう一本いきますか？じゃあ行きましょうか。はい。はい、お願いします。はい。ダンサーズ、サミソさん、バサッテイコーゼロ、エクセレント滑り王子、こんばんは、シュープリームです。あら、ちょっと、こんばんは、このメールはあれだよ。うん、ちゃんと聞いてね。今日は、高級日のため、雪山から自宅に戻り、都内のイルミネーション撮影に出かけているので、もしかしたら、リアルタイム、使用できない可能性がありますのでお許しください。あ、大丈夫ですよ。またあの後で聞いてください。応援、うちのスキー場はどちらかというと初心者から中級者向けのコースが多く、ぶっちゃけやばい下手な客が多いのですが、お客様対応地域ナンバーワンを取る神対応なスキー場でもあり、そんなやばい客の対応を全社を挙げてやっていますので、これからスキースノボを始めたい人はぜひぜひ来てくださいね。どこかは言えませんが、どこかは言えないの？どこか言えないの？でもまあ初心者向きのコースが多いスキー場から探っていけば分かるのかな。あ、 でも歌い文句は結構みんなよく書きますもんね。ねえ、おう、うん、どこか言えないところがこれミソですよね。すごい気になってきた。ね、はい、ということで、はい、ということで、はい、はい、CM でーす。もやもやして CM ちゃう。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8では、フォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員寮完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターAnd Object の実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年。サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うなら、お母さんに会いたい。その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、フリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？一人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は098-998-4010、ぐしちゃいも生産組合、あさとに電話したらいいさ。おやつと軽食の店、夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、
詳しい場所は地図アプリで検索。キユナ名古屋。名古屋は栄養のコーナーでございます。はい、はい、本日はですね、はい、私がですね、はい、キユナ名古屋の、スポンサーさんでもございます東海協和さんのね、はい、石田さんからね、こう新しくねこのエアライン、うん、琉球エクスプレス7というね、新しいフェリーができたということで、うん、お披露目見学会にねお誘いいただきまして、ちょっと私ね見に行ってきました。うん、本当にね素晴らしいね、まだ新しくてね出来たてほやほやっていう感じでね、この就航はもう、今週の12月8日、木曜日、うん、からなんですけども、うん、ね、就航航路は、東京航路という形になりまして、東京名古屋、岐阜市、これ鹿児島ですね、から那覇というこういう航路で就航されるんですけども、ね中がねもうなんていうのかな、客室なんかもありまして、うん、ね、ちょっとねそういうところも写真とか撮らさせていただきましたけども、結構ね豪華なんですね。でそのちょうどね通路挟んで、また、食堂なんかもありますけども、まあ何人かどうでしょう20人ぐらいなんかのこう食事ができるような形 で、うん、でその調理場なんかもね、これもね本当にね家庭とは違いますよ、大型冷蔵庫がねあったりとかね、うん、いろいろこう、なんていうの、本当にこの食堂っていうかレストランがね、うん、中に入ってるような感じで、ね、美味しいものが食べれるんじゃないかなと思いますけども、でも、実はこういう船の新しい就航するにあたっての内覧会っていうのは、うん、なかなか体験できるものじゃないですよね。うん、そうですね、まあ、ね、まあ、大体荷物がね主流になるのかなと思いまして、うん、まあ、こうトレーラーなんかもね、うん、こちらの資料によりますと、187台、乗用車がね204台、こう積載能力すごい、うん、船も大きいですよね。大きいんですよ、ね、これね、はぐれたらねどこ行っちゃうかわからないっていうかね、うん、助けていただかないとわからないぐらいのね、うん、大きさですよ本当に。沖縄ニューチュールさんが、一般客は基本乗せられないのではって聞いてますけど、これねでも客室というね、あるんですよね、うん、ちゃんと、うん、で娯楽室なんかもね、うん、ございましたので、うんうん、なかなかね一般公開で言ってますけど、全てのねところまでが、うん、ね、いろんな風に撮影とかできませんでしたので、うん、こうオープンになってるとこだけは見せていただきましたけども、うん、これ本当にね、なんていうの、お客さんもやっぱりね、乗れるような形で、あとそのコックピットって言うんですか、その、そういうのなんていうの、まあ、操舵室ってね、操舵室ですね、うん、もうね、見学させていただいてね、ダンディなキャプテンですね、船長さんともねお話をしましたけどもね、うん、まあ、これからね、ということで、まあ、皆さんにご利用していただきたいなということで、うん、お話をしましたので、また、ね、今日のラジオでもね、ちょっとそういうようなお話を皆様にね、ご利用していただきたいということで、うん、私がちょっと宣伝しております。うんうん、そう、カープボーイさんが豪華客船ってやつって言ってる、豪華客船っていうことで、うん、まあ、やっぱり沖縄ニューチュールさんではないですけど、その先ほど言われてたツイキャスで、基本確かに、ね、うん、車を運んだりとか荷物を運んだりっていうのがメイン、そっちがメインですね。メインで、ただ全然乗せられないってわけではなくて、一般の方が。うん、なんか、少しは大変ですけど、まあ、ね、そういう風に一般の方も乗せる、まあ、まあ、なんていうのかな、枠って言い方変ですけども、まあ、その乗せれる方っていうのが限られるっていうのは。王子、何人ぐらい乗れるかとか聞いた？いや、そこまで今日はね本当にお忙しくてね、うん、案内の方がねなかなかそのねいらっしゃらないっていうかね、やっぱりこの自分の、ね、そうですね、うん、まあ、もちろんね王子だけじゃないですから、ね、そうそう、たくさんの方がいらっしゃってる、ね、一応今ねこれ見てますと、うん、トレーラー187台、うん、乗用車204台、うん、
ですね、うん、やっぱり荷物をねメインにして運ばれる、ね、船だと思いますけども、本当にね、最初5時ね、うん、あの受付にね、綺麗なね、お嬢さん方がねいらっしゃいましてね、うん、どなたかエスコートしていただけるのかなとずっと待ってたんですけども、うん、まあ、冷たい視線でご自分で行ってみたいな感じでしたんで、一人で私回ってましただからね、なかなかやっぱり自分の目、うん、で見るだけのね、形になりましたけども、うん、やっぱり、はい、もう時間ですね。もう時間だ、はい。はい。ということで、はい。はい。またね、ね、ゲストで出演していただいたときにね、またしっかりね、お話をいただければとね。はい。思います。はい。琉球エクスプレス7、ね、お使いください。お願いいたします。はい、お願いします。はい。ですね、こちらはね、岐阜の8人のバーバさんからです。はい、ありがとうございます。昨日は、深夜12時からサッカー観戦しては、仕事中、睡魔と戦っていました。うん、まあ、そうですよね、結果は残念でしたが、うん、皆さん本当によく頑張ってくれました。4年後が楽しみです。一昨日の那覇マラソンに、うん、岐阜から息子がエントリーしました。おら、じゃあ走られたんですね。うん、何度か完走している息子ですが、今回は一度も練習しないで本番に臨んで、なんとかハーフの21キロまで走ったそうです。うん、若いってすごいですよね。そうなんです、うん、若いのはすごいです、すごいですね、先ほどの、ね、王子の話もそうでしょう、若い時は走れました、うんうんうん、はい、ありがとうございます。メールでもう一つご紹介したいんですけどね、うんうん、ちょっとやっぱりお時間が ね、 時間がないですね、また続き来週紹介したいと思います。はい、はいはい、じゃあエンディングでお願いします。はい、来週のテーマはないんですよね。ないですね。来週はですね。はい。滑りなとうとうやってきてしまった。ああ、うん、そうだね。でもね、滑りナイトがまた帰ってくるんですね。ゲストがね、はい、強敵ですのでね。あれ強敵。あれちょっとなんか聞こえないですね。あれあれ聞こえますか。あもうあいいですね。はい、はいはいはい、いや、ひふみさんとね、はい、ですね、はい、はい、そうです。はい、ひふみさんが、滑りナイトプレイヤーということで、はいはいはい、あ、ひふみさん来てます。ツイ、うん、来週よろしくごっくんちょーって、はい、この番組はお小遣いで買えるお菓子がいっぱい流し長田おやつと軽食の店夢屋芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合キャンパスレコードで絶賛発売中。福田康之フリージアの花、ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、アートワークウェブサイト FMJG、 陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋トリプルエイト、中志首里中村製菓中川名木、真っ赤なメルセデスさん、岐阜の内南中さん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もありがとうございました。